キャラとリアルの違いで、今ねリアルな比率がまずは抑えた上で、じゃあリアルキャラとこのアニメキャラっていうのは何が違うんだってね、僕の方で出してる素体集の方から顔を持ってきました。ちょっとこのキャラっていうの、この方よりにちょっと変換しましょうか。この素体をこの人の印象を引っ張ってくると、この目のこの角使えるなっていうので、こういう風にしていくんですよ。こういう風にね、この形なんだなっていう、この人の目は。で、眉毛はちょっと太めだな、うん、こんな感じで、まあそういうメイクしてるからなんですけど、眉毛は太めと、うんうん。で、まつ毛がしっかりとしてるなと、うんうん。で、鼻はですね、これ皆さんめっちゃ重要なポイントです。鼻描くと大体ブサイクになります。いかにこの鼻を程よく省略するかが鍵になります。このぐらいにせいぜいまとめるか、まあここにヒュッとこう入れるか、もうこのぐらいにして、まあここ入れてもいいけど、両方やってこれやってこれやるとですね、これやるとブサイクになっちゃいます、マジで。みんなこれ気ぃつけてね。これを全部輪郭で区切ると、あの残念なことになります。鼻はいかに線を少なく、しかもリアルに見せるか、もうこのぐらいでいいですもん、マジで。で、なのでアニメキャラってもう点ですよ、これマジで。もちろんちょっとリアルになるんだったら少しこういう鼻筋入れたりとか、鼻の高い人って印象になります、これだけで。ちょっとほら鼻高くなった気しません？これだとぺったりした、まだ鼻が、低いっていう印象になるよね。いろんなその鼻のまとめ方ってあって、ここから少しこうしてこうやっていくとちょっとリアルっぽくなるよね。で、ちょっと、この方だと唇が分厚いって印象なんで、これもたらこ唇ってやるとですね、こうえらいことになってきるんで、こうすると結構きつい絵になるので、省略してせいぜいこのぐらい。あと色トレスって言って、まあ、 あのアニメで言うとこの、色で塗っちゃうっていう手もあります。まあこんな感じですかね、アニメキャラ化していくと。ただの顎こういう線じゃなくて、少し今やったのはこういうカーブを入れる、こういうカーブを少し入れるとちょっとリアル面が、このとにかく一番重要なのはこの目のこの形をまずはやっぱ抑えて、それは再現するということです。で、こう見るとですね、どう違うんだっていうポイントですけれど、合わせると顔の三角形っていうのがあります。こういう風に見ます。これはですね、スマホとか皆さん顔認証とかってあるじゃないですか。顔認証の時に大体目と口の距離で本人かどうかって確認するんですよ。目とこの上顎は絶対にもう移動しないんですよ、ね、なので顔認証に使われてます。だからこういう風に見るとそのキャラ性っていうのがすごくよくわかるってことなんですよ、ね、はい、これが違いです。目が下の方に行きます。まあこれはちょっと可愛いキャラになってるからですけれど、ここの部分がどういう位置にあるのかっていうのを見ます。こんな感じでね。で、今透過して、見てこう見ると、まあ目の高さがこう変わり、頭がこう大きくなってますね、うん。で、顎が削れてると。アニメ風のキャラの素体の形を覚えれば、まあまあだいたいリアルな形が描けます。これもアニメキャラもさっき言ったように覚えがやなんですよ。この形覚えてくれって、もうね、何回も描いて、無限に種類があるわけじゃないから、そっから選ぶっていう発想法になってきます。で、リアルに比べてキャラ目が大きく、顔が下方に集中する、首が、細く耳が大きいっていうね、いう特徴をつければアニメキャラ風になります。これは結構僕前に仕事で実際のリアルな人間をアニメキャラにして、なんかそのポスターにするみたいな仕事があったんですけれど、その時に美人な方でも目をとにかく下にしました。もうこのまま僕はこういう風に描いていくんですよ、もういきなり。で、顎をこう削っていきます。とにかくね、顎が細いっていうのがアニメキャラの特徴なんですよ。こんな感じで、もうここって結構そのまま使います、マジで。こんな感じ。リアルな人間と何が違うのかっていうのが分かってれば変換はそんなに難しくないんですが、ここで重要になってくることがあります。じゃあ僕なんでこんなサラサラ描けんの、こういうのってね。
お、いい感じじゃない？うん、これでちょっとリアル風なんかアニメキャラすごいデフォルメしているのに似ているね。